餅スローは愛知県半田市、亀崎町3の71にある料亭へ、料理旅館とされることもある。料理旅館としては、亀崎町で最も古く、北半島でも屈指の格式を誇る。近世の終わり国千田郡、亀崎町は、北半島産の日本酒を江戸に運搬する海運業などで栄えた町である。安政2年、4代目、成田新左衛門によって、 中口屋という屋号の料理屋として宿屋として創業した。もともと畑であった丘に作った座敷の評判が良く、開業前に訪れた京都の初夏、ヌきキナスオにも喜ばれ、その折に餅スローの名をすでにいただいていた。丘の上に営業の建物を建築したのをきっかけに店の名を餅スローとした。創業当時の中口屋は本町通りの南側にあり、 1878年には建物を取り壊して店舗が新築された。この建物は成田家の本宅として、半田市景観重要建造物に指定されている。1886年に訪れた福沢幸千1898年に宿泊した田山家対1898年に宿泊した柳田国大明治時代初期には現在地に建物が建造され、 創業前の1848年京都の初夏である、ぬきなスーが宿泊した際に、モチスローという屋号が付けられた。名称は、亀崎の港を望む高台にあることにちなんでおり、モチスローの内部からは、木浦湾を一望できる。1887年に描かれた、愛知商売繁盛絵図には、ご料理、温熟亀気候モチスロー、中心として掲載されており、展望風呂、 温泉場、離れ、二階建ての洋館、座敷などが描かれている。1886年3月の金城新報には一万円札の福沢諭吉が持ちスローを訪れた旨が報じられている。1887年2月に国内初の陸海軍大演習が行われた際には、明治天皇、皇后両陛下が北半島の竹豊に行行し、 モチスローが食事の提供を担当した。1898年9月には、小説家の田山家体と民族学者の柳田邦夫が、モチスローに宿泊している。日本画家の竹内製法、海軍元氏の西郷継ぐ道などもモチスローに宿泊した経験がある。大正天皇が即位した際には、日本画家の野口商品によって、雪殿の屏風に、神前神社から眺めた、 亀崎の月が描かれた。また、死者区であり、歌人の黒田清綱によって、万代も変わらぬ影を、亀崎の波に浮かべて月出りに、蹴りという歌が書かれた。これ以後には亀崎が月の名所として全国に知られるようになったとされる。近代のこの地域では、亀崎町の餅チスロー、半田城三行町の春、大木楼、半田城中町の古仙楼などが、社交の中心だった。 大広間が落成した、際の持ちスローの広告1934年には、敷地の最上部に百条畳の大広間が落成した。1937年には、長官図絵師の吉田初三郎によって、北半島の長官図、月の名所、亀崎望島郎長官図が制作された。この長官図では中央に、持ちスローが描かれ、大広間、月の間、海岸上の渡り、 廊下なども描かれている。太平洋戦争中、七代目の成田新左衛門の時代には国に強制買収され、半田市に工場があった中島飛行機の幹部や日本軍関係者の宿舎に転用された。戦時中には明治期に建てられた洋館を取り壊し、玄関右側の敷地内に防空壕が掘られた。防空壕は全長八メートルで約二十人を収容でき、 一般的な民家の防空壕よりも大きくて頑丈な造りだった。吉田初三郎、ガツの名所、亀崎のぞむ島郎長官図戦後、成田新左衛門は建物を国から買い戻し、料亭としての営業を再開した。モチスローの防空壕は現在も残っており、半田市氏が主催する戦績ツアーのコースに組み込まれている。毎年5月3日4日に開催される。 亀崎塩火祭りの際には予約者向けに弁当を提供している。1937年の持ちスローの平面図高低差25メートルの斜面上に敷地があり、斜面には階段や踊り場が途中の平地には複数の建物がある。高低差のある部屋に料理を運ぶための木製リフトも設置されている。1965年は重森美玲によって彼氏山水庭園の モチスロー庭園が策定された。2015年3月10日には建物が半田市によって半田市景観重要建造物に指定された。2017年には建物及び周辺施設が100年以上の歴史を有する料亭の親睦団体100年料亭ネットワークが発足し、2020年時点では愛知県で唯一モチスローが加盟している。ありがとうございます。